小竹、小竹株式会社。小竹は、日本の映画、演劇の制作、工業、配給を手掛ける会社。歌舞伎の工業については、現在ほぼ独占的に手掛けている。創業は1895年で、設立は1920年11月8日、帝国活動写真株式会社の設立日である。元来は、演劇興業。現在は歌舞伎を、 主にシンパ、松竹新喜劇も手掛ける。かつては、文楽、人形浄瑠璃や歌劇、SKD 松竹歌劇団、オスク大阪松竹歌劇団、演芸、浅草松竹演芸場、道頓堀角座、神戸松竹座等から相撲工業やプロ野球、セリーグ加盟の松竹、ロビンス、ボーリング、アイススケートリンクの運営等幅広い活動を行い、一時は、明治期からの お雇い外国人、アウグスト・ユンケルを指揮者として、松竹交響楽団なる本格的なオーケストラまで所有していた。戦時中は、大東亜交響楽団と解消したが戦後に自然消滅。1995年には、創立百年事業の一環として松竹、大船撮影所の敷地内に、鎌倉シネマワールドなるテーマパークを開業させたが、不入りでわずか三年で閉鎖に至った。 メディア対策として、東方や大英、現、角川書店等と共に富士テレビ、富士の会社設立に参加、1959年開局。なお、現在は、富士テレビ旧会社法人の後ろ身にあたる、富士メディアホールディングス株式のほとんどを放出している。反面、小築大株主の10位以内に、東京放送ホールディングス、TBSHD の名が連なるなど、 放送局との関係に変化が見られる、両者とも認定放送を持ち株会社ある。一方では、通信衛星を利用した自社制作の番組、映画、テレビドラマ、劇場中継等を中心に流す、衛星劇場、ホームドラマチャンネル等を立ち上げ、現在に至る。2005年、創業110年を記念した女優発掘オーディション小畜スターゲートを、歌舞伎座で開催。 この元専属の男女優たちの中で、オズ映画最後のヒロイン映画、極道の妻たちシリーズ A の岩下島を象徴として、松竹大社後や1970年代初めの日本映画界の社用開以降、映画、テレビドラマでの役柄や世間のイメージが、松竹時代から激変してしまったスターが多い。しかし、今では DVD 化、ビデオ化の充実やテレビ放映、 上記の衛星劇場など様々なチャンネルで誰もが彼らの変わる前の松竹時代の作品に気軽に接することができる。1936年に撮影所をかまから大船に移した時期に富士山の背景による松竹タイトルが初登場した。横書きで松竹映画の文字が出てくるのは戦中で戦後は様々なバリエーションの松竹タイトル作られるも結局は 富士山背景のバージョンに落ち着いた。1980年代序盤に夜明けのアニメーションが追加され、1993年には富士山をイメージした CG を背景に、小畜映画に加え、ローマ字で小畜と表記するようになったが、2000年、ダンサーインザダークの配給に際して既存のロゴが似合わないという声があり、2003年に既存のオープニングをもとに図案化した CG による、 富士山の下にローマ字で書中と表記するオープニングが新たに制作され、それ以降に制作されたほとんどの映画がそのロゴを使用するようになったが、前述した一世代前のロゴは主に時代劇や山田、幼児監督作品で引き続き用されていた。2015年の創業120年を機にチームラボ制作の継承と発展を表現したものと、 アマジェカ・ウエスト制作の本物の富士山の映像をバックに松竹の文字とロゴを映し出したものの2種類にリューアルされたがアマジェカ・ウエスト制作のロゴのみが使用された。ちなみに1930年代前期から戦中にかけてエンドタイトルの後に松竹マークが数秒間映し出される作品共通の演出が用いられていた。この演出は 戦中から終戦期の作品では、松竹マークを背景に、終わりの文字が映し出されるものに変わり、戦後は用いられなくなった。2011年現在、京都設営所のみ現存している。1920年、大正9年11月1日、松竹記念は合名者創業と同時に、東京歌舞伎座にて、自社作品との閉営の形で洋画の工業を、 開始したのを講師とする。松竹記念孫名社内には外国部が設置され、洋画の買い付けに当たった。同年12月31日、銀座金春館を洋画専門劇場として開場。生駒マ雷優や徳川無星といった一流活弁師を出演させた。翌1921年、大正10年からは浅草の帝国館を松竹洋画の拠点と定めたが、対策の一部は、 歌舞伎座や明治座でも興行を行った。一方、関西松竹合命者の手により、1923年、大正12年5月17日には、道頓堀に大阪松竹座が完成。洋画工業と松竹学劇部、後のオスック、日本歌劇団による音楽舞踊のアトラクションを取り入れ話となった。同年9月1日の関東大震災により、 小竹キネーマー号名社の外国部は大阪に移転。浅草帝国館は復興し、引き続き小竹洋画の本拠としたが、外国映画社の日本支店の多くは京阪新築に移転ていたため、事実上大阪小竹座が機関劇場となっていた。1924年、大正13年、関西小竹号名社は国産映画の量産に力を入れることになり、 洋画の輸入買い付けを手控える。以降同社は外国映画社から提供を受けた作品を配給することに専念したフリーブキング制。1924年、大正13年6月、松竹キネマ号名社は新宿武蔵野館と提携。1926年、大正15年には新宿武蔵野館に代わり目黒キネマが風切り館に加わったが、 やがて自社作品の拡充のため外国部を廃止して、洋画工業及び配給から撤退した。一方、関西松竹号名社は、大阪松竹座の成功に伴い、1924年12月31日に、新京国の明治座を京都松竹座に改称して、洋画工業を開始。翌1927年、昭和2年には、新開地の神戸松竹劇場を、 神松竹座に改称し、また、名古屋製広座を買収して、名古屋松竹座とするなどにより、松竹座チェーンが形成された。1928年、昭和3年8月、浅草松竹座が改良し、翌1929年、昭和4年9月には、四谷大木との山手劇場を新宿松竹座と改称。松竹座チェーンは、東京に進出。また、 大阪松竹座、浅草松竹座にそれぞれ輸入部を設け、洋画の購入を再開した。1931年、昭和6年5月、松竹座チェーンのライバルであったパラマウント映画チェーンと合併することとなり、松竹パ社工業者を設立。浅草大商館、新宿松竹座、有楽町方楽座、新宿武蔵野館、浅草電機館、大阪松竹座、 京都松竹座、神戸松竹座、大阪高楽座を直営劇場として洋画工業を行ったが、これに11月から日比谷帝国劇場が加わった。トーキーと字幕の発達により活動弁士の解雇が相次いだ。1933年昭和8年5月、パラマウント側が本来の映画配給に専念すべく、 工業も含めた松竹馬車工業者から撤退。同年6月から SY コンパニー、松竹洋画工業部が発足した。浅草時技、新宿昭和館が新たに加わり、都内の配給網は2系統になった。この後も契約館を増やし、運営母体も1936年、昭和11年4月には、松竹工業から独立して、松竹洋画工業者となった。 1937年、昭和12年4月、松竹キネマが、松竹工業を合併し、現在の、松竹株式会社となったため、松竹洋画工業者も合併に参加して、松竹株式会社の洋画部になった。さらに翌1938年、昭和13年洋画の新規輸入が、許可制になったため、輸入件数が減少し、洋画部は、映画部洋画化に、 翌1939年、昭和14年には、映画部洋画工業係に機構が縮小されていった。1940年、昭和15年、帝国劇場を失い、洋画購入件数も減少するが、かえって希少価値を生んだため工業成績は良好であった。しかし1942年、昭和17年4月に、戦時統制に伴う、 社団法人映画廃社が設立され、小畜の洋画工業はここで一旦終止符が打たれた。1946年、昭和21年、占領軍により設置された、セントラル映画社から、東方とともに、洋画工業を引き受けて復活。セントラル映画社との交渉がこじで一旦打ち切られるが、翌1947年、昭和22年、小畜保全社の名で再契約し、 浅草ロキシー映画劇場、旧金流館で、洋画工業を行い、道館内に、ロキシー工業者を設置して、洋画工業を復活させた。1949年、昭和24年3月、接収されていた、有楽町邦学座が、ピカデリー劇場として返還されたのを機に、ロキシー工業者を解消して、小築本社内に洋画係を復活。1950年、 昭和25年に洋画配給課が設置され、1927年、昭和2年以来の洋画配給を復活させた、松竹キネマ時代から数える。1951年、昭和26年11月、ユナイテッドアーティスツ社、ユナイト映画と提携。工業、配給成績ともに洋画界の覇権を握る。配給部門は1955年。 昭和30年に、外画部、1958年、昭和33年に、外国部に改められるとともに業用を拡大した。1959年、昭和34年ユナイト社との提携を解消。ベッドセレクトインターナショナル映画社と合弁で、小畜セレクト国際映画を設立して、洋画配給部門を独立させた。しかし、翌1960年、 昭和35年には、機関劇場の築地、松竹セントラル劇場等数館が、日本映画の上映館に転換。SY チェーンは事実上崩壊し、全国をカバーする洋画工業はすべて東方が握ることなった。1962年、昭和37年、松竹セレクト国際映画は、セレクト側が撤退したため、松竹国際映画に解消。しかしながら、 依然として、洋画配給としては弱体であったため、A 杯株式会社と合併することとなり、同年10月、小畜 A 杯が発足。一方の工業チェーンも、東急レクリエーションと提携することで、独自の工業チェーンを復活。同年9月に、小畜、東急チェーン、ST チェーンが発足した。なお、東急との関係で、東映洋画系もこれに含まれることがある。 一方、買い付け映画の不振により小畜、映杯の業績は悪化。1973年、昭和48年8月に解散することとなり、受け皿会社として、同年9月に、富士映画を発足。1983年、昭和58年、小畜富士に解消したが、これも1999年、平成11年に合理化のため解散、配給部門としては、 長期低迷が続いている。現在、松竹の洋画配給は、本社映像本部が行っている。以下の映画館、シネコンはいずれも2011年3月から、松竹・マルチプレックスシアターズが運営。2011年3月1日に、松竹本社が映画工業部門を、松竹・マルチプレックスシアターズ2譲としたため、 松竹本社の直営映画館やシネコンは現在、存在しない。早稲田松竹を経営している松竹、映画劇場株式会社は、松竹グループに属していない別会社である。同社の実態は不動産賃貸業で、渋谷西部、旧渋谷松竹映画劇場跡が、主な物件である。ただし、現松竹社長の坂本淳一が、大学卒業後の一時期所属していたことがある。 1999年までは映画の興行成績は配給収入で発表されていた。2000年からは映画の興行成績は興行収入で発表されている。松竹は経営参加を行った富士テレビジョンを通じてテレビ進出を図るがテレビ番組はそれよりも前に手がけていた。初期はテレビ映画がメインであったが大阪、毎日放送、MBS と スタジオドラマを共同制作していた例もある。なお、大阪地区では他に朝日放送、ABC と組んだ、道頓堀アワー、角座から、演芸中継や、読売テレビと組んだ、親は小馬鹿等一連の管理物のテレビドラマがあった。2000年代以後は、単発の2時間ドラマ制作をわずかに見かける程度に、縮小している。以下の作品は、代表的なものをピックアップしたものである。 ほとんどは単独制作ではなく、松竹映像商品部が制作委員会に加入する形式で制作されている。2008年には OVA 作品、絶対衝撃、プラターニックハートの DVD 発売元となっている。松竹がこの分野に本格的に参入したのは、情景の通り、つい近年のことである。しかしながら、1960年代に黒い網傘、 などのヒーローものに連なる30分ドラマを制作し、その中で散発的に特撮を使った作品を制作しており、また劇場用映画として1967年に宇宙大怪獣ギララ、1968年に吸血鬼、コケミドロ、吸血族路線、昆虫大戦争をわずか4本ながら制作している、故、ギララは、男はつらいよ虎次郎真実一路にも、 冒頭の虎次郎の夢シーンで登場する。なお、ゴケミドロの企画及び特撮に P プロダクションが参加しているが、同社は同時期の新州天馬キャンと風でも特撮を担当している。アニメーションへの参入は、さらに古く、1933年に、力と女の世の中を、小竹蒲田撮影所が制作するが、経済的事情により、わずか3作品で終わる。 いずれも現存せず、1941年には、当時の漫画映画ブームに着目して、小畜動画研究所を設立、福ちゃんの奇襲、原作、横山隆一など、戦時下にもかかわらず、終戦までに6作品を制作発表している。この小畜動画研究所は、日本アニメーション界の草分け的存在であり、日本のアニメーション誌に名を残す傑作、雲とチューリップや、 桃太郎界の新兵など、序情的なアニメ作品を、戦時中に世に送り出したことで知られる。セルガの全編仕様などアニメーションの制作技法を、確立し、クオリティの高さに、手塚治虫が関類した逸話もある。これらの経緯から、日本のアニメーションに、直接的にも、間接的にも多大な影響を与えている。多くの歌舞伎俳優と専属契約を結んでおり、 歌舞伎の制作並びに工業をほぼ独占している。昭和以降、歌舞伎俳優の集約が進み歌舞伎工業を事実上独占することとなった。国立劇場での歌舞伎公演も松竹の協力なしには成り立たない。歌舞伎が南座、大阪松竹座など三加の劇場で定期公演を行うほか、松竹大歌舞伎として全国巡業を実施し、 国立劇場公演にも協力している。1922年、大正11年、大阪松竹座会場にあたり松竹学劇部、あと大阪松竹歌劇団を創設。1928年、昭和3年に東京松竹学劇部、あと松竹歌劇団が創設された。東西それぞれでレビューを上演し、少女歌劇文化の流星に貢献した。 1957年、昭和32年に、大阪小畜歌劇団が、小畜から独立し、オスック、日本歌劇団と改称して、今日に至る。小畜歌劇団は、東京を中心に活動を続けたが衰退し、1990年に、レビューを終了し1996年に解散した。2004年以降、オスックが、小畜参加の劇場で、 定期公演を行うようになったが、今も直接の関係はない。歌金劇場は年数回小区の興行が行われる。劇場ではないが、徳島県鳴門市の大塚国際美術館システィーナ礼拝堂において2009年から年1回歌舞伎の興行が行われている。和と洋のコラボがメインテーマで毎年新作が制作されている。映画、演劇と並ぶ。 基幹事業となっている。松竹、ロビンスの項を参照。なお、松竹は、役員派遣以外は、本格的に、球団経営には携わらず、あくまでもスポンサーの立場で終始していた。現在は全て撤退している。他、かつては、松竹事業のタクシー部門が存在し、中央無線、現、大和自動車交通グループに加盟していたが、1999年に、 京王交通、現、アスカ交通、東京無線加盟に事業が譲渡されている。他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。